ヨーロッパビーバーは、哺乳攻月種目ビーバーかビーバー族に分類される、月種類。ビーバー族の模式種。カザフスタン、中華人民共和国、ドイツ、ノルウェー南部、フランス、ベラルーシ、モンゴル国南西部、ルクセンブルク、ロシア、イギリス、トルコ、ポルトガル、モルドバでは絶滅。イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、クロアチア、 スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、ハンガリー、フィンランド、ベルギー、ポーランド、モンテネグロ、ラトビア、ルーマニアに再導入。模式標本の産地はスウェーデン。2001年時点でのヨーロッパにおけるビーバーの分布。赤色はヨーロッパビーバー。紫色はフィンランドに導入されたアメリカビーバーの生息域を示す。 2009年、ヨーロッパビーバーがイギリスにも導入されている。ユーラシア大陸に後半に分布したが、大半の地域では20世紀までに絶滅している。古代軍が残存した地域は、テレマルク、ローの川下流域、エルベガー中流域、ドニエプル川、ネマン川流域、ボロネジ川、コンダ川、エニセ川上流、アザス川、ブルガン川の8カ所である。 ヨーロッパのうち2011年の時点ではイタリア・ポルトガル及びバルカン半島では導入はなされていない。アジアではトルコにも20世紀まで残存した可能性があるがすでに絶滅したと考えられている。ギリシャではイッピロス地方の化石から最終表記にヨーロッパビーバーが生息していたことがわかっている。関心よにはエブロス地方沿岸の新石器時代の化石、 プトレマイダ盆地の新石器から青銅器時代の化石、ペロポネソス半島北東部のヘラディック文化初期の時代の化石などが見つかっている。ブルガリアでは化石、半化石と更新予以後の遺外が南部のストルマ川、マリツァ川から北部のドナウ川に至るブルガリア低地の河川沿い43カ所で見つかっている。 ヨーロッパビーバーは現存する月脂類の中で最大の種の一つであり、ユーラシア原産の月脂類としては最大である。体重は約11から3 0ラム、体長は80から1 0 0トルで25から5 0トルの長いを持つ。ノルウェーではオスの成獣は平均2 1 5キログラム、メスは平均2 3 1キログラムと報告されている。 報告されている平均体重からは南米のカピバラに次ぐ世界で2番目に重い月種類と考えられアメリカビーバーよりもわずかに大きい。記録された最大体重の標本は 31.7kg であるが例外的に4 0キログラムを超えるものもある。ヨーロッパビーバーとアメリカビーバーの頭蓋骨ヨーロッパビーバーとアメリカビーバーは外見上よく似ているが いくつかの違いがある。中でも特に重要なのは、染色体の本数であり、アメリカビーバーは40本の染色体を持つのに対し、ヨーロッパビーバーは48本である。この2つの種は、後輩不能である。ロシアでは27回にわたる漁師の後輩が試みられたが、オスのアメリカビーバーとメスのヨーロッパビーバーのペアから一度の死産が確認されたのみで失敗に終わった。 ヨーロッパビーバーの保護網は先端の中空の随質が長い。また、毛色の出現頻度にも違いがあり、ヨーロッパビーバー全体の66%がベージュ、または泡茶色の毛皮で20、20%が赤葛色、約8%が茶色、4%が黒色の毛皮であるのに対し、アメリカビーバーでは50%が泡褐色、25%が赤葛色。 20%が茶色、6%が黒色である。ヨーロッパビーバーの毛色は地域によって異なり、例えばベラルーシでは淡い栗色が支配的で、ロシアのソジカワ流域では黒菓色が優勢だが、ボロネジ保国では茶褐色と黒褐色の両方が見られる。ヨーロッパビーバーは頭蓋骨が大きく、丸みが少ない。尾光部は長く、幅が狭い。 尾骨が長く、アメリカビーバーの場合は、尾骨の最も広い点が鼻の中心部にあるのに対し、ヨーロッパビーバーは鼻の先端にある。アメリカビーバーの尾光が四角形であるのに対し、ヨーロッパビーバーのそれは三角形である。また、ヨーロッパビーバーの大光頭光は丸みを帯びているが、アメリカビーバーの大光頭光は三角形である。楕円型に近いアメリカビーバーの尾に比べ、 ヨーロッパビーバーの尾は狭く細長い。アメリカビーバーより足の蛍骨が短く二足歩行を得意としない。ヨーロッパビーバーの肛門線はアメリカビーバーより大きく薄肉で内部溶石が大きい。草食動物であり餌とする植物種の対象と割合は季節、生息条件、種の育後状況などによって異なる。夏には草本類、樹木や 低木の葉を好んで食べ、成長期でない時期には、樹皮、小枝、水草などを食べる。ビーバーの餌となる樹種は86種、双本は149種が報告されている。好んで食べる樹種は、山ならし柳類、西洋トネリコなどである。ヨーロッパビーバーは年に一度繁殖を行う。発情期はわずか12から24時間、12月下旬と5月の間に迎えるが、 ピークは1月である。他のほとんどの月肢類とは異なり、ビーバーのつがいは、複数の繁殖期にわたって、共に暮らす、一夫一夫性をとる。妊娠は、平均107日間で、1出産あたり2から6匹、平均して3匹の子を産む。ほとんどのビーバーは3歳になるまで繁殖しないが、2歳のメスの約20%が出産する。80。 アメリカビーバーに比べると、平均的な子供の数は、少ない傾向にある。6。ヨーロッパビーバーは、キーストーン種であり、生息域の生態系の維持に貢献している。ビーバーの作る湿地は、水畑ネズミユーラシアカワウソ、水とがりネズミの生息地となっている。水辺の樹木や干木を刈り取ることで、密生した低木の生育を促進し、 鳥や他の動物のための茂みを作り出している。さらに、ビーバーのダムは土砂をせき止めて、水質を改善し、地下水位を上げ、マスやサケの避難地や災事地,地を増やす働きもある。また、森に空撃を作ることで日がモリの移動を助け、その個体数や多様性の増大に寄与しているとも、考えられている。毛皮の色と頭蓋骨の形態に基づく微細な違いに、基づいており、 アシュの識別に耐えるものではない。2005年に行われたヨーロッパビーバーのミトコンドリア DNA の分析からは西、中央ヨーロッパとオーデル側、ビスはカワイ島地域の2つの S のみが確認された。東欧の系統群はより多様性が大きいもののアシュ文化を認めるに十分な程度は下回っている。イラクイランシリアトルコではビーバーの半化石がチグリス川。 ユーフラテス川流域の氾濫源にまで広がっており、また、シリア北部のハブール川沿岸のテルハラフ遺跡には、ビーバーについて記述した、紀元前1000から800年の石碑が残っている。20世紀初頭に、湿地開発による生息地の破壊、毛皮や食用、分泌物目的の乱獲により激減した。2016年の時点で、ヨーロッパでは保護対策や、 再導入が進められたことにより生息数は増加傾向にある。一方で交通事故やフィンランドやロシア北西部などの一部地域では人為的に移入されたアメリカビーバーとの競合による影響が懸念されている。校舎については本種とアメリカビーバーは交配しないとされること。フランスなどでは本種との競合によりアメリカビーバーの移入個体群が消滅したことから 大きな影響はないとする説もある。アジアでは、個体群が小さく絶滅の恐れがあり、中華人民共和国では、木炭採取や、下放木による生息地の破壊による影響が懸念されている。モンゴルでは、毛皮用や食用、分泌物目的の狩猟、水質汚染、中華人民共和国での水力ダム建設などによる影響が懸念されている。 紀元前4世紀にアリストテレスは、動物史においてラムダタウアルファークサイの名で、ビーバーについて記述している。彼によれば、この動物は、カワウソよりも幅広で、歯が頑丈で、夜な夜な川の土手に出てきてはこの歯を使って木を切り倒すという。イラン百科事典によると、初期のイランのアベスター語突破フラビー語、そして後のイスラムの文献では、いずれも、カワウソと、 ビーバーには異なる言葉が当てられており、帰り口は沈徴されていたという。ビーバーやカワウソは、ゾロアスター教にとっては、特別に神聖な存在であり、これらを殺すことは禁じられていた。19世紀のヨーロッパの中東旅行期では、ビーバーとカワウソを混同していたと考えられるが、20世紀に、トルコ南部の西半カ流域を訪れたハンス、クンマーレーベによるビーバーの報告には、 赤い摂氏、扁平な鱗状の、かじられた柳の茎,の茎のあることが書かれている。19世紀イランの著名な、オランダ人医師、ヨハネスルドーエイク・シュリマーは、チグリス川というフラテス川の合流点の下、シューシュタルとデズフル領県のシャトルアラブ川のほとりに、少数のビーバーがいると報告している。ヨーロッパビーバーは、薬行があるとされた、海利口と暖かい毛皮を求めて、 古くから捕獲の対象となった。15世紀にはロシア、北部スカンジナビア、中央アジアは毛皮交易の主要な供給地として栄えた。乱獲のために激減したのは17世紀以降であり、ヨーロッパ人が北米植民地を築いた時期とを一にしている。オースティン・レヤードは1850年代にシリアのカブール川を訪れた際にビーバーを発見したことを報告し、 ビーバーが乱獲により急速に絶滅の危機に瀕していると指摘している。ビーバーが長名の由来になったとされるキリシャ北部のカストリアには18世紀までビーバーの広告があり、19世紀にはペロポネソス半島のアルフィオス川とメソロンギにもビーバーがまだ生息していた。20世紀初頭にはユーラシア全土でわずか八個大群1200頭まで減少したと推定されている。 ヨーロッパ諸国の多くではビーバーは20世紀までに絶滅したが再導入と保護プログラムが構想し2003年には約63万9000頭まで回復したウラル山脈の東側では19世紀には300頭程度の個体数が残存していたと考えられる生存の要因としては個体数が3頭からでも回復できるだけの十分な 遺伝的多様性を保持していたことや、一夫一夫性で自分とは遺伝的に異なる相手を選ぶことなどが挙げられる。ヨーロッパビーバーの約83%は再導入により旧ソ連諸国に生息している。スペインでは2003年頃に非政府組織による再導入の結果、アラゴン川の下流域とスペインのアラゴン州のエブロ川沿岸の 60km にわたる区間で、 はっきりとしたビーバーの痕跡が記録されている。フランスでは、ヨーロッパビーバーは19世紀後半までに、ほぼ絶滅し、ローヌ川下流域に100頭ほどの少数の個体群が、残存していた。1968年の保護措置と26回の再導入プロジェクトにより、ローヌ川をはじめ、ロワール川、ソーヌ川、モーゼル川、タルン川、セーヌ川など、 フランス国内の他の河川系に再定着した。2011年には1万5 0 0トルの水域に沿って1万4000頭のビーバーが生息していると推定されている。ドイツでは19世紀末にはザクセン州、ザクセンアンハルト州、ブランデンブルク州のエルベ川流域に約200頭のヨーロッパビーバーが生息していた。2016年にはビーバーの数は ドイツ全土で2万5千頭に達し、各地の都市部にもしばしば出現している。生息数が最も多いのは、ドイツ東部のエルベ川から繁殖した約6千頭の個体群とバイエルン州のドナウ川とその支流に住む個体群である。1966年に開始された最定着プログラムの結果、バイエルン州には推定約1万4千頭が分布している。 スイスではヨーロッパビーバーは乱獲により19世紀初頭に絶滅した。1955年から1977年にかけてフランス、ロシア、ノルウェーから持ち込まれたビーバー141頭がローヌ川、ライン川流域に移入された。オランダでもビーバーは19世紀に絶滅したが、1988年に再導入が図られた。 ビースボッシュ国立公園に導入された後、芝叩く間に拡散し、今日ではビースボッシュのほか、リンブルフ州のマース川流域とゲルデルセポールトとオーストヴァルデルスプラス線などその周辺でも見られる。2012年、個体数は約600頭と推定され、20年以内に7000頭に増えると考えられている。オランダの哺乳類協会と水管理委員会は、これにより、 河川の堤防が脅かされることを懸念している。最大の問題は、ビーバーが、マスクラットやヌートリアのように、堤防に通路や穴を掘って、その安定性を損なうことである。事態が手に負えなくなると、リンブルフ州当局が危惧するように、ビーバーが、再び駆除されてしまう恐れもある。2014年時点で、ポーランドには10万頭のビーバーが生息しており、 現在も増加し続けている。2010年後から6月の大洪水の際、ポーランド中部、古人の地元当局はビーバーに、その原因があるとして150頭のビーバーの駆除を要請した。ルーマニアではビーバーは1824年に、絶滅したが、1998年に、オルト川沿岸に再導入され、小バスの県の他の河川に広がった。2014年には、 ドナウデルタまで拡散したことが確認された。旧ソ連諸国では、1927年から2004年にかけて、およそ1万7千頭のビーバーが移入された。うち1万2千頭はロシア、その他ウクライナベラルーシバルト3国、カザフスタンなどである。近年にユーラシア大陸で、ビーバーの個体数が急増しているため、人間とビーバーの遭遇率が高くなっている。 2013年5月には、ベラルーシの漁師が、ビーバーに数回噛まれ、足の動脈を損傷して、出血死した事故も起こっている。デンマークでは、ヨーロッパビーバーは、紀元1000年ごろ絶滅している。1999年に、ヨーロッパビーバー18頭が、エルベ川水系の古中川に放たれた後、2003年までに3倍の個体数となり、川全体に広がった。 2009年時点で139頭に上ると推計されている。セラン島北部では2009から2011年に23頭のビーバーが導入された。スウェーデンではヨーロッパビーバーは1870年頃絶滅した。1922から1939年、80頭がノルウェーから国内各地の19カ所に移入された。 ノルウェーでは1968年から1969年にかけてソウルトロンデラーグ県のアグデネス半島にあるイングダルセルバ川流域に再導入された。この地域は、丘陵、山岳地帯で、小流域河川が多い。ビーバーが生息するには、流域の大部分が急瞬すぎるため、適切な生息地は散在しており、一つの生息地に二つ、 以上の縄張りが存在することは稀である。ビーバーが生息地を点々としている痕跡が広く見られる。一方ものの、分水嶺が多いために拡散が遅れていた。流域内の敵地には速やかに定着した。フィヨルドで守られた海水面を通って移動したと仮定しなければ説明できない拡散過程も見られる。フィンランドでは1868年にビーバーが絶滅した後、 1930年代に再導入が行われた。17から19頭のビーバーがノルウェーから持ち込まれたが、7頭のアメリカビーバーも移植された。その当時、両種の区別がはっきりと知られていなかったためである。結果として、フィンランド国内に2種のビーバーが共存する形となり、一部の地域では生息域が近接し、アメリカビーバーによる侵襲も懸念されている。 スコットランドのビーバーのダムヨーロッパビーバーはイギリスでは16世紀に絶滅した。イングランドのビーバーに関する最後の記述は1526年に遡る。紀元不詳のヨーロッパビーバーの個体群が2008年以来イングランド南西部のデボンのオッター川に姿を見せている。2016年には遺伝的多様性を高めるためにさらに一組が移植された。 科学研究の一環として2011年にはデボン州南部のダートムーア付近にヨーロッパビーバーの都会が導入された。現在作られている13カ所のビーバーのダムは通常数時間で流れる洪水を数日、数週間にわたって放水している。スコットランドの低川とナップデール地方にもビーバーの個体群が存在する。ナップデールの個体群はスコットランドワイルドライフトラストと スコットランド王立動物学協会によって放流されたが他の個体群は起源が不明である。アーガイル州のナップデールの森では2009年から2014年にかけて16頭のビーバーが放流された。2016年スコットランド政府はナップデールと低サイドのビーバーの個体群の維持、自然拡大に成功したと宣言した。これはイギリスで 野生哺乳類の再導入に成功した初の事例である。2019年にはイーストアングリアで初めてビーバーのつがいが再導入された。中国、モンゴル国境近くのブルガンガー流域にも少数の集団が生息している。個体数はモンゴルでは150頭程度、中国では500から700頭が推定されている。中国では1980年に ビーバー保護のためにブルガン川ビーバー自然保護区が設立された。中国では地元政府と民間公益団体が保護に力を入れており、最新の統計では中国のビーバーの生息数は510頭と報告されている。モンゴルでは密漁により1990年代以来急激に数を減らしている一方、2012年には ドイツとロシアから44頭の個体を導入している。ありがとうございます。